皆さんこんにちは、さゆたびのさゆです。本日はですね、あまりわからないですけれども、成田空港の第一ターミナルからお届けしております。第一ターミナルということは国際線です。そう、7月のさゆたびはリクエストにもとっても多かった韓国編でございます。今回はね、約10日間弱の割と長めな旅行なんですけど、韓国を縦断していきます。まずは今日はジップエアに乗ってソウルに行きたいと思います。インチョンです。早速ね、あともう15分ぐらいで搭乗じゃない、チェックイン締め切りなので、8時55分発のね、ジップエアでソウルにレッツラゴーということでチェックインしに行きます。久しぶりだな、ジップエア。てかめっちゃ人いるじゃん、すごいね。ありました、セルフチェックインが行けるんだ、ありがたいわ、楽ちん。パスポート、あれだね、なんかニュージーランドエア、パスポート。じゃあチェックイン頑張ります。ジップエアめっちゃ効率的ですごい良いんですが、自動チェックイン機で搭乗券受け取りました。自動手荷物預け機、へー、めっちゃ列すごいけど、なるほど。私はね、何も預けませんので、いつも通りこれだけで行くぜ韓国。すごーい、なー、見てー。一時期さ、全部あれキャンセル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 だったのにさ、 Go to gate 最高なんだけど、嬉しい。よし、じゃあ行きまーす。保安検査終了ということで、いつものさよ旅ルーティーンでございます。水入れます。お、今日はなんか、ダメだ、こぼしたわ。オッケー、もう一つのボトルにも入れる。1リットルゲット。それで今回10年ぶりとかなんだけど、10年は嘘かもしれないけど、もうめっちゃ昔ぶりなので、本当に初めての気分で行かせていただきます。さっきシャネル行ってさ、あの超かわいいあのカラー9色ぐらいあるやつのピンクをワンチャンあったら買おうとか思ったんですけど、あったにはあったの、5色すべてだけど、ピンクはオンライン限定で売ってなかった。シメンズイ、よし。30分前にジップエアは搭乗開始なので、あと25分あります。あー、キラメンコしてる。あ、エルメスカミングスーンか、クソクソとか来たいや、マジ円の価値がね、下がりに下がりすぎてですね、免税で海外で買うより日本のここの免税で買うのが一番安いってことに気づいた。うん、悲しいよ。ウォンとかもさ、なんかゼロ取ればいいとかいう感じじゃなくて 1.1 倍ぐらいらしいからね今。あ、C72、ここに。オッケー。知らなかったんだけど、第一ターミナルシャワールームあるんだ。これいいですね。いいサービスじゃない?あ、でも30分1000円。仮眠室とかもあるよ。そうね。一風堂の奥です。なんかところどころこうしてさ、思いっきりクオリティの高い日本風なの、おしゃれ。どんだけ好きやねん、マック。ということで、朝マックオーダーしました。へへへ、いただきます。私はピンクリスプの朝マックが大好き。いただきます。うまい。あっという間に8時半です。で、ペアはバンコクぶりかな。ロサンゼルスの時も乗ったし、なんだかんだとお世話になっております。行きましょう。なんかゾロ目、いいこと起こりそう。はい、ありがとうございます。わー、めっちゃいい天気。映えますな。いざ参らん。あ、こっちか。あっちにもジップエア。バニラ行きかな。ジップエアはさ、本当になんか、あの物運ぶ JAL の LCC かな。なので、
時間もちょうどよければ時間も遅れないし、天才と呼んでおります。大好きです。食べ好きの人たちの中でジップエアの評価死ぬほど高いんだよめっちゃいいじゃんみたいな感じで、そう、ね、ターミナルも変なとこじゃないし、あのゲートもめちゃくちゃ、ね、近くて利便性のいいところにあるのでありがたいですね。さあ、じゃあ本当3時間も乗ってない短いフライトなんですけど、楽しんでいきましょう。333ですな。めちゃくちゃね、うまいことできてましてね、すごい画期的。荷物も入れれたり、飲み物も入れれたり、ここタブレットホルダーみたいな感じになってまして、で、電気やらキャビンアテンダントさん呼ぶところ、これテーブル、あとポケットがこんな感じで、で、こちらにもね、機内紙なども、機内紙ございませんついつい言っちゃったけど、こんな感じでね、 Wi-Fi がガンガン使えるんですよね。ジップエアはめっちゃ強いんでありがたいです。こんな感じ。足元もね、全然狭くないの、むしろ快適なぐらい。私160センチですけど問題ないです。旅のお供は龍角散。わー、いい天気。そしてジップエアがあちらにもこちらにもそちらにもいらっしゃいます。いらっしゃいます。お、早い。ウイングが可愛いです。ジップエアはさ、制服がいろんな感じでダイバーシティ、いろんなね、デザインが可愛かった。プリーツ、片側プリーツで片側プリーツじゃないみたいな、おしゃれなスカート入ってる人、いいね、自由だね、かわいい。給電機、国際プラグだけではなく USB まである。はい、しました。はい、帝国よりちょっと20分ぐらいかな、動き出しは遅かったんですけど、朝なんでね、なんかいっぱい飛ぶ飛行機いそうだよね。ということで、韓国までの短いフライトエンジョイしていきましょう。もうエルフランスが美味しかったな、機内食もうあの DHL 黄色いやつ、あのヨーロッパの郵便です、確か。いよいよですね、こんな快晴の中飛ぶ飛行機は、飛行機も気持ちいいだろうな。韓国はね、7月は梅雨らしいんですよ。予報を見る限りかなりの雨なんですけど、今回は晴れ男の旦那ちゃんも一緒なので、何とぞ雨降らないでくれると嬉しいですね。お、シートベルトはお締めでしょうか。また座席の背もたれ、テーブルはお隣にお戻しでしょうか。もう一度お確かめください。いざテイクオフ。眼下に広がっておる。
ございます。元気ですね。頼むわ。いいよ、雨降んないでくれたら何でもよろしいよ。あ、でもなんか海見る限りなんか大丈夫そう。意外とね、今日インチョンっていう方に着くんですけど、成田みたいな感じで、都心からはね1時間ぐらいなのかな、結構離れてるので、自然豊かそうなところに着陸しそうな雰囲気。いや、もう何もかもね全然覚えてないぐらいには久しぶりですよ。あ、韓国は右側通行なんだね、車。へー、新鮮。なんかいろいろ、一番近いお隣の国とはいえどね、たくさん違う場所も知らないところもいっぱいあるんだろうなと思うと、本当に、あ、楽しみ。ということで無事に到着でございます。おい、おお、アシアナ航空とかコリアンエアとか韓国の会社がいっぱい、飛行機もいっぱい。韓国着いた。2だ。韓国はなんか Google マップが使えないとか、あとはスイカみたいな T マネーっていうのがあって、他にもワウパスとかいろいろあるんですけど、で我々は結局 T マネーにねすることにしたんですよ。よし、じゃあ入国審査頑張ります。今ちなみに飛行機降りて3分。なんとこういった形で第一ターミナルに向かうための電車みたいなものに乗ります。え、楽しい、すでに楽しい。めっちゃ綺麗じゃない韓国の空港。そっか、普通になんか綺麗。でもなんか読めそうで何も読めないっていう。よし、ハングル何にも読めないんですけど、なんかキャセイパシフィックが香港行きの航空券ばらまいてたやつがねあったと思うんですけど、それに私応募してたんですよ。エコノミーの往復航空券当選しちゃった。香港行きの、あ、出た。韓国で香港行きが決定しました。近々セウタビゴー香港。香港初めて。あ、優先席なんだ、ここは。あ、かまわんにだ、かまわんにだ。あ、嬉しい。とりあえず韓国楽しみましょう。いざ、おお、あ、綺麗、綺麗じゃん。あった ATM、いいね。おお、韓国でーす。ツータビイン韓国。今日からね、ゴリゴリ1週間ぐらいかけて中断していくわけなんですけれど、楽しみですね。はい、ちなみに、11時半頃に出て12時7分です。ここのエアポートレールウェイの駅の方に来たのが、そうそう、ケータは必要ないんだけど、入国カードも飛行機内で書くから全然楽ちんで、 Q コードっていうやつだけは絶対に登録すると楽ちんでしたので、おすすめでございます。でも本当それだけだったね、すごい簡単だった。他何にもほぼ人と喋らず全然余裕で入国できちゃいましたので、参考にしてください。本日は、ね、2023年7月12日です。マスクとかももうほとんどねしてる人の方が少ないかなってぐらいな感じ。新阪銀行のバンクが3600ウォン手数料で1万円ゲットしました。じゃあ T マネー買いましょう。これ T マニーカードのなんか自販機です。こういう LINE のキャラクターとかだと500円、こちら普通のやつ400円。エンプティカード OK、 じゃあ買いましょう。お願いします。じゃあ34番にしよう。
34。楽しい。一気に来たね。おお、こういうのさ屋台で使えるんじゃない。買えた。じゃあもう一個お願いします。取り扱うコード、へえ、こんなんなんだね。じゃあ隣の機械でチャージします。交通カード、交通カードだよね。定期券、交通カード充電を選択しました。交通カードを載せてください。充電金額を選択してください。充電中です。しばらくお待ちください。チャージが充電なんだね、かわいい。あ、でも日本語でできるからすごい便利。しました。やった。領収証が必要な方は領収証発行ボタンを選択してください。はい、できました、できました。意外と特急がね、あと20分後で鈍行があと14分後だったんで、17分しか買わないんですよ、課金しても。ということでこっちで行きます。オールストップトレインの方ね。はい。おー、楽しい。え、なんかすごくない？各駅停車の駅のホーム、めちゃめちゃなんかかっこいい。行き先が、わかった。あれね、ターミナル2に行くやつだ。今ターミナル1なんですよ、我々で。ソウル行きだからこっちだね。座って待ってる。ありがたいね。結構早くに入線しますね。10分前。あ、これか、シティホール。韓国は右に立つんだ。じゃあさっき空港にいた人たちはほぼ日本人だったんだ。きっとね、みんな左に立ったもんね。トランスファーです。行けた。おー、楽しい。はい、次どこ。2番線2号線ライン2、シティホールに行きます。なんかでっかい門、浅草浅草寺みたいな。おー、さあということでね、再旅の韓国編始まりましたよ。めっちゃいいね。時間にして現在1時46分です。めっちゃかかった。2時間ぐらいなんだかんだかかったんじゃないね、飛行機降りてからね。よし、ということで、ジップエアーで成田からインチョンまでの搭乗機と、ソウルまでのリアルな移動いかがでしたでしょうか。めっちゃ簡単だったし、日本語も英語も全てあるのでとっても良かったです。で、 Google マップでなんとか頑張りましたけど、あのネイバーのマップをダウンロードするのもありだと思います。面白かったよと思ってくださった方、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。この後、1週間ぐらいかけて韓国縦断していきますので、この後のビデオもお楽しみに。ということで、お腹すいたね、ご飯食べに行ってきます。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。